八代通り停留場は、高知県阿川郡猪町枝川にあると佐電交通猪線の路面電車停留場。八代通り停留場は1908年、猪線の港内停留場から枝川停留場が、開通し路線が全通したのに合わせて開設された。現用の停留場は西へ移動されたものであり、それまで停留場があった場所は、客の乗降を扱わない八大信号所となった。 信号所は、その後、2014年に東停留場の西隣にある、中山停留場との間へ移設されている。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟み込むように、向かい合って廃される。軌道の北側に、針間や橋方面域のホーム、南に、井野方面域のホームがある。新興住宅地が広がる。東で、井野線の軌道と、 国道33号の高知西バイパスが交差し、国道は旧道とも合流している。八代通りバス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。AB、土佐電鉄が走る町根弱99.156から158ページ ABCD、土佐電鉄が走る町根弱46ページ草町際、土佐電交通、伊野線の電車交換施設を移設。 11月11日。レスポンス。https コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2014スラッシュ11スラッシュ07スラッシュ236858ドット HTML2017 年5月20日閲覧。今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁11中国四国、新庁舎、2009年60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。上野博と、都佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞、都佐電交通、八大通電停が移設される、鉄道ニュース2017年12月26日掲載、鉄道ファム railf.jp。R A I L F. J P 鉄道ファン railf.jp https コロンスラッシュスラッシュ railf.jp スラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ12スラッシュ26スラッシュ 100000.html2018 年7月23日閲覧。川島慶三、四国、九州ライン前線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、 日本の鉄道2013年43.94ページ ISBN 978から4から06から295161から6ありがとうございます。